もう夏から本当にあのオリンピックで出場して戦いたいっていう目標でずっと練習してきたので、まずはそのスタートラインに立てるということで本当に素直に嬉しいです。笑顔でこう話すのは十日町市出身の児玉美希選手25歳。双子の兄の影響で小学4年生から本格的に競技を始めた児玉選手は、先月オリンピック代表選考会を兼ねた全日本選手権に出場しました。最終盤で競り合いを演じると土壇場でかわされ、結果は2位。それでもオリンピックの派遣基準を突破し代表入りを確実にしました。大会が終わり、地元十日町市で汗を流していた児玉選手。毎回練習に取り入れているのが坂道ダッシュです。体格が小さいので、その分また体重差でも負けてしまうんですけど。というのも児玉選手の身長は149センチ、170センチを超える選手も多くいる世界の舞台で戦うため、自身の武器である持久力と瞬発力を強化していました。いかに大きく滑れるかっていうのは自分の課題でもあるので、そこもダッシュでは意識してやってます。そんな児玉選手のもとにここに置いてるんですか？全部です滑ってるところとかもかっこいいな。この地元が大好きなので、本当にここに戻ってきてからも頑張ったね、おめでとうって言ってくれる方が本当にたくさんいて、地元への恩返しと感謝の思いをオリンピックで。初めて挑む大舞台で地元の期待に応えたいと意気込みます。リレーが一番今狙えると思っているので、日本チームとしてもそこは一番狙っている種目になります。もういろんな人に自分の滑りを見せて喜んでほしいっていうのが、そういう思いが一番強いです。